やあ、久しぶり。俺はまた強くなったよ。試してみるかい？冗談さ。ここに来たってことは何か話したいことでもあるのかな？おはよう、相棒。君ですら手を焼くような相手がいたら迷わず俺を呼んでくれ。俺もそろそろ体を動かしたいからね。やあ、俺はま、ああ、ここは住むのに最適だ。美しく、静かで、温かみのある。トーニャ、アントン、それにテウセルを連れてきて、一緒に住みたいくらいだ。悪い、そういう意味じゃないんだ。ただ、君が一緒にいてくれたら、トーニャたちもきっと喜ぶと思ってね。いやあ、久し、俺はまた強く、ああ、美しく、トーニャ、アントン、それにテウセルを連れてきて、いいし、悪い、そういう意味じゃないんだ。ただ、君が一緒にいて、いやあ、俺はま、ああ、もちろんいいよ。スネージナヤには、プラーミアバダーという強い酒がある。大雪の中でプラーミアバダーを飲みながら会話できる二人は、共に戦場に立てるほど仲のいい関係を築けているということなんだ。今俺は、こうして君と自由気ままに話せている。戦場に立った時は、君に背中を任せてもいいと思ってるんだ。君のことを信頼してるんだ。世界征服という道のりに君という相棒がいたら、俺たちは間違いなく最強のコンビになれる。俺からの誘いを受け入れてくれるかな？いやあ、俺は、ああ、もう、スネージな、大雪の、今俺は、戦場に立った時は、君、自分の実力に自信がなさすぎだよ。世界征服という道のりに、君という相棒がいたら、俺たちは間違いなく最強のコンビ。俺からの誘い。やあ、俺はま、そうだな。もし君に数週間の暇ができたら、俺の故郷の風景を君に見せてあげたい。天を舞う雪に踏んでも砕けない氷の湖面。大規模な氷の彫刻を作る人もいるんだ。もし雪合戦が好きなら、君と一緒のチームになってもいいよ。あ、そうだ。故郷の特産物を使って、本場のボルシチを作ってあげよう。それと、氷釣りもできる。ここの池の魚よりも、はるかにでかいのが釣れるよ。よし、じゃあ約束だ。まずは家族に言っておかないと。もうすでに、手紙を読む時のあいつらの笑顔が目に浮かぶよ。やあ、俺は、そうだな。俺の天を大規模、もしゆ、あ、それと、氷釣りもでき、よし。もうすで、いやあ、久しぶり。俺は、もう寝る時間か。おやすみ。次また君に会えるのは、いつになるだろうね。